ニーノロータニーノロータは、イタリアの作曲家。クラシック音楽と映画音楽で活躍した。本人は、本業はあくまでクラシックの作曲であり、映画音楽は趣味に過ぎないと言っていたが、映画音楽の分野で多大な業績を上げており、死後クラシックの作品も注目を浴びるようになった。北イタリアのミラノ出身。11歳でオラトリを、13歳でオペラを作曲し、ミラノ音楽院。 サンタ、チェチーリア音楽院で学んだ。その後米国に渡り、カーティス音楽学校に学んだ。帰国後ミラノ大学に入学し、文学と哲学を並行して専攻。大学卒業後は音楽教師となり、その傍らクラシック音楽の作曲家として活動を開始。1942年以降、映画音楽の作曲も始めた。1951年、 当時、新進映画監督として、注目を集めたフェデリコ・フェリーニと出会い、その後、フェリーニの映画のほとんどの音楽を手掛けることになった。フェリーニ監督以外の映画音楽も、多数手掛け、1968年には、フランコ・ゼ・フィレッリ監督の、ロミオとジュリエットの音楽を担当した。同作品の、What is a Youth? は、グレン・ウェストンが歌っている。フランシス・フォード・コッポラ監督の、 ゴッドファーザーの音楽は、ロータの代表作となり、愛のテーマは、多くの人々に親しまれた。67歳の時心臓発作により、ローマで死去。生涯結婚はしなかったが、娘が一人いる。南イタリアのモノーポリに、2位のロータ音楽院が1971年に、設立されている。フェリーニ監督作品その他の映画音楽。ありがとうございます。